こんにちは、魔女のまじみちゃんだよ。皆さんはどんなお車がお好きですか？スポーツカーからファミリータイプなど、人それぞれお好きな車のタイプって変わってきますよね。日本の車は乗り心地、性能において世界でも多くの方に愛され続けています。70年代から世界へ輸出された日本の車の技術はもはや世界のトップと肩を並べるほどか、それ以上かもしれません。今回は世界に輸出されている日本のスポーツカーで売れてる5台を取り上げてみました。日産フェアレディ Z。 フェアレディ Z が初代から現行モデルまでこだわったのがクーペスタイルと6気筒エンジン、そして FR 駆動です。エンジンはシリーズ途中で直列6気筒から V 型6気筒に変更されました。駆動方式は初代から貫かれる FR 駆動にこだわり、 FF や 4WD モデルが加わることが一切ありませんでしたね。初代フェアレディ Z の登場は1969年です。1978年まで生産され、世界総販売台数は55万台の記録を達成。北米で大人気となり、ダッツン Z の愛称で親しまれています。2002年登場の5代目から踏襲されるキープコンセプトのクーペデザインをモデルチェンジのたびにブラッシュアップされ進化しているのがわかりますね。フェアレディ Z 販売開始から50年を記念した特別限定車も用意され、リアゲート右側に初代と同じ車体のフェアレディ Z のバッジが装着されています。搭載エンジンは DOHC V 型6気筒エンジン、VQ37VHR、 総排気量3696リッター、最高出力は 336PS、 最大トルクは365Nm です。マツダロードスター。1989年登場のマツダロードスター、登場時はマツダの販売チャンネル名からユーノスロードスターの社名で販売され、ユーノス店消滅後はマツダロードスターの社名が変わりました。輸出名称はマツダ MX-5 ミアータです。ユーノスロードスターは2人乗りでソフトトップを備えた2ドアオープンスポーツカー、 1600cc と 1800cc の直列4気筒 DOHC エンジン搭載の FR 駆動。登場した1989年に9307台を販売し、1990年には世界で 93,626 台を販売した大ヒット作となりました。2000年には生産累計53万台を達成し、世界で最も多く生産された2人乗り小型オープンスポーツカーとしてギネスブックの認定を受けました。そして2016年には生産累計台数100万台を達成しています。マツダロードスターはモデルチェンジのたびにボディが大きくなっていき、搭載エンジンの排気量は初代と2代目が 1600cc と 1800cc、 3代目は肥大化したボディを補うためにシリーズ最大の 2000cc の大排気量エンジンを搭載しています。オープンライトウェイトスポーツの軽さがスポイルされたため、現行のモデルの4代目は減点回帰値軽量化されました。搭載エンジンは 1500cc とし、車両は 990kg と全モデルより約 100kg も軽くなったのです。エンジンはダウンサイジングされましたが、軽量化されたことでオープンライトウェイトスポーツがよみがえりました。ホンダ NSX。 日本のスーパーカーといえばやはり1990年に登場した NSX です。 F1 に参戦していたホンダが世界に通用するホンダの顔を持ちたいとの思いから開発されました。280馬力の 3000cc V6DOHC VTEC エンジンを運転席後ろに搭載したミッドシップレイアウトを持つ2人乗り2ドアクーペ。開発には当時現役の F1 ドライバーだった中島悟やアイルトン・セナも走行テストで参加しています。 NSX は1997年にマイナーチェンジをしていますが、1990年の発売当初から2005年までの16年間はフルモデルチェンジされることなく生産されていました。
モータースポーツでは全日本 GT 選手権やルマン24時間レース、そして日本最高峰のレーススーパー GT のベース車両として活躍しています。2005年に初代 NSX が生産終了から11年間の空白期間を経て復活した2代目 NSX の登場は2017年です。ハイブリッドエンジンが搭載され、駆動方式も RWD から SHAWD となりましたが、エンジンレイアウトは硬くなり、運転席後ろに置くミッドシップが踏襲されています。モーターが前に2つ、後ろに1つ搭載され、ガソリンエンジンは 3500cc、V6DOHC、VTEC から 507PS とモーターからの 74PS、合わせてのシステム最高出力は 581PS です。初代の2倍にもなる圧倒的な大パワーを余すことなく、コントロールするインテリジェントな SHAWD は、まさに世界のホンダにふさわしいでしょうね。日産 GTR。 日本のスポーツカーといえば、なんといっても GTR ですよね。 GTR はレースで絶対勝つことが使命になっており、初代スカイライン GTR は圧倒的な速さで日本選手権で50連勝という金字塔を打ち立てています。その後、16年ぶりに復活した8代目スカイライン GTR は1990年全日本ツーリングカー選手権の優勝を総なめし、 GTR の凄さをアピールしました。2002年に販売終了となった直列6気筒エンジン搭載のスカイライン GTR の後継モデルとして、新たにスカイラインの名前を付けないでグレード名だった GTR の名前を社名として2007年に新登場しました。従来からあったスカイラインとは異なるピュアスポーツモデルとして生まれ変わったのです。2ドアノッチバッククーペのボディに 3800cc V6 ツインターボ VR38DETT 搭載、2007年の初期モデルは480馬力、駆動方式はアテーサ ETS の改良版の 4WD システム、ミッションは6速 DCT、 圧倒的パフォーマンスを発揮することから、日産では純正ホイールと純正タイヤ以外の装着は認めず、純正品以外での故障はメーカー保証対象外にしています。ちなみに4輪すべてのタイヤ交換代は約50万円にもなるとか。マイナーチェンジのたびにエンジン出力が向上され、2016年仕様では 570PS となりました。もはや世界のスーパーカーがライバルとなっていますね。 GTR は日本のモータースポーツの頂点であるスーパー GT のベース車両となり大活躍しています。トヨタスープラ。セリカのスペシャリティカーとして1970年代に輸出されていたスープラ、 A80 スープラはグラマスでマッチョなボディラインで北米で大人気となりました。しかし排ガス規制やスポーツモデルの販売不振から2002年で残念ながら生産終了。2011年に BMW と技術提携したことから、トヨタと BMW の共同開発となり生まれ変わった新生スープラは BMW Z4 とプラットフォームを同じくしています。スープラに搭載されるエンジンは BMW と共同開発された 3000cc の直列6気筒エンジンと 2000cc の直列4気筒エンジンです。どちらも直噴 DOHC ターボエンジンで、 3000cc は387馬力、 2000cc は標準タイプの197馬力と出力タイプの258馬力の2つが選べます。なお 2000cc は税金対策のためで国内モデルのみとなっています。ミッションは8速スポーツ AT で、駆動方式は FR です。小柄なボディに大パワーで圧倒的な爽快感が得られるでしょう。いかがでしたか？皆さんのお好きな車ありましたか？もしかして実際に乗っている方もいるのではないでしょうか。日本が誇るスポーツカーはヨーロッパの派手さはないものの、性能、快適さ、そして何より長年乗り続けられるという最大のメリットがあるので、これらの5台は今後も世界で売れ続けていくことでしょう。日本の素晴らしい技術に感謝ですね。
マジミは GTR が好きかな。あまり知識のないマジミでも一度は耳にしたことのある名前だし、性能の凄さはもちろん、日本選手権で50連勝というところにもとても感動しました。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。バイバーイ。